まあ電磁波犯罪者にいろいろとネチネチと陰湿陰険な電磁波暴力を受けながら日々を過ごしていますが、まあ負けることはありませんね。これね、この石ね、25キロぐらいはあると思うけどね。これでスロースクワットね、20回やりましたと。毎日、他にも、まあ、毎日じゃないにしても、他にも、あれやこれやと、トレーニングを積み重ねていますし、日常生活の中でも、トレーニングを取り入れて行っています。体が弱らないように、筋力が衰えないように。電磁波犯罪者なんてものは、所詮、現実世界で、ね、自分の体を張って、ね、生きることを、ね、諦めた連中ですからね。パソコンの前に座ってマウスクリックして、カルト組織やら反社会組織の力を借りて生きてるだけで、ね、いざとなったら物の役にも立たないような連中で、ね、自分一人じゃ何もできないような劣等感まみれのような連中であること、ね、自信のない、自分に自信のない連中であることは明白でありますね。まあ、負けませんね。